本日ご講演いただきますのは徳島県社会福祉協議会徳島ボランティア推進センターの重松様でございます、えー、とボ,ラボランティアの受け入れ側の立場で受け入れ体制や危機管理などを、えー、とテーマにお話ししてくださいますそれでは講演に入りたいと思います重松様どうぞよろしくお願いいたします ただいまご紹介いただきました。私、徳島県社会福祉協議会徳島ボランティア推進センターというところから参りました。あの重松と申します。今日はよろしくお願いいたします。でですね。私、あの勤めているところなんですけれども、沖の巣の一番東の端っこの方にあの徳島県民活動プラザというところがありまして、そちらの方でですね。あのボランティアに関する様々な業務あのー？ 行っております研修を行ったりとかボランティアの相談を受けたりとかそう,うそういうふうなことをです、ね、日々業務として行っているということになります。で今日なんですけれどもあのプログラムの立て方でありますとかオリエンテーションの方法とか危機管理についてっていうことでお話をということでしたのでそのことについてお話をさせていただければと思います。でですね、皆様方もすでにでに、ね、ここのの事業の中であのボランティアさんを受け入れるという,ふうなことが ある私たちは、これからというところもあるかと思うんですけども、まあ、プログラムをですね受け入れのプログラムを考えるときの,です、ね、あのご苦労が、まあ、あるのかなと思いますので、き、まあ、今日のお話がですね参考になればなというふうに思っております。でですね、あのまず最初にですねあのご存知かもしれませんけれども、あのボランティアとは何かというふうなところからですねご説明をさせていただければと思いますよろししくお願いいたします。 まあ、あのボランティアって非常に多岐にわたりますのでいろんな活動をされたことがあるというふうな方がおられると思うんですけれども、えー、とそもそもボランティアって何かっていうふうなことなんですけれどもあのボランティアっていうものはですねあの社会問題の解決のためにですね自分のできることをできる範囲でっ、えー、と自ら進んで行うことがボランティア活動ってなります。ですので例えばあの、えー、と町内会であの今度神社の創始する件。 来てよっていうふうな話で、まあ、人に言われていくようなのはボランティア活動とは言いません強制されるものではないっていうふうなことまだですねえっ、ー、と今日なんかすごくしんどいけど、まあ、言われとる権利かなとかやらないかなっていうんで行くような無理してやるようなもんでもありません <laughs> あくまであのえっ、ー、とできることをできる範囲で自ら進んで行うことがボランティア活動っていうふうなことになりますでですねあのちょっと今言ったこととちょっと重なってくるかもしれませんけども あのボランティア活動、まあ、できる範囲で自分の意思で周囲と協力しながらするようなことで仕事との違いなんですけれどもお仕事っていうのは生計を立てる手段であったりとか企業に決められたことで行動するとか社会に役立つ仕事もありますなの中で、まあ、社会貢献目的っていうふうなものもあるかということになってるくると思います。でこちらですねえっ、ー、とまあ、例でいきますとですね あの会社勤めをされてる方ならお分かりになるかと思いますけれどもあの始業前に例えば会社の周りのゴミ拾いをしましょうねみんなでしましょうねみたいなことがあったとします草抜きとかこれはまあ自分の意思でありますしお金も発生しないし絶対にやらないかんっていうふうなことではないと思うんですねまあただまあ放っておけないからやりたいっていうふうな気持ちでやってるっていうふうなことになると思いますであのまあ仕事は当然まあお金をいただいてやってることなんでえっ、ー、と 優勝とということになりますねそれと、まあ、終わった後の残業仕事が終わった後の残業というのも、えーとまあ、この優勝の中に入ってくると思いますで、まあ、この仕事とか残業というのは企業の指示意思で絶対やらなければいけないことになってくると思いますであのその仕事の前に言いました例えばですね会社を例にしてですねあの始業前に職場の周りのゴミ拾いや草抜きを無償で自分の意思でやることがボランティア活動で、まあ、それ以外の,あの会社の指示とか 意思があるような優勝でする仕事っていうのがボランティア活動ではなく仕事というようなことになって仕事のあったとの残業も含まれるというふうなことになります。でですねあの、まあ、例の2ですけども例えばですねあのハンドメイドの小物を作るのがすごい好きな方がですねマルシェとかイベントで,です、ね、作ったものを販売するっていうふうなことがあった場合ですね売上金を寄付するような場合についてはですねボランティアっていうふうなことになります。 でまあ、収益にする場合はあのお仕事というふうなことになりますので、まあ、このようにです、ね、同じようなものを,同じものをです、ね、販売してもです、ね、お金の中によってです、ね、ボランティアになるのか仕事になるのかっていうふうなことが変わってくる場合があります。でですねボランティア活動なんですけれどもちょっともう最初に言ったんとかぶってくるかもしれませんけれども。 あのこちらの部見ていただくとですね、まあ、放っってておけないっていうふうないいとうこから始まってきますでも、まあ、身近な人が困っているのを助けたいとか近所の川が汚れているのがすごい気になるけどみたいなことでですねきっかけは本当に小さなことから始まってくるようなものです、まあ、いろんな問題にですね、えー、と気づいてですね自分にできることを考えてみることで、まあ、自分の周りのこと社会のことをですね少しずつでもいいんで考えてみること。<laughs> とかですね身近にある放っ,ておけ放っておけないという気持ちからですねボランティア始まってくるので来るようなものになりますそれで、まあ、あのその中でですね自分の力を生かしたい、まあ、こんな特技持ってるんで生かしたいよっていうふうなことから始まってくるようなこともありますですんでまあ自分の得意なことを生かしてですね周りの人にも喜んでもらえたら嬉しいというふうなことになってきます、まあ、例えばあの、えっと、先ほどちょっと話の中にも出ましたけどもお祭りの手伝いするとかですね徳島でしたら例えばあの,あ踊りの 踊りをこう無償で教えてあげたりとかそんなふうなこととかもあの、まあ、自分の特技を生かしてっていうふうなことであの活動になってきますんでいろんな人との関わりもできてきますんで、えー、と自分を成長させてくれるような場にもなってくるのかなというふうに思いますでですねあとですねこちらですねあのボランティアって書いてますけどもこちらもですねあの、まあ、ボランティア活動自分の意思でっていうふうになってるんですけれどもあの、まあ、基本的にボランティアさんはお客さんではないし ただの労働力でもありません、あの無償の、えー、とアルバイトっていうふうなものではありません。でですね、自分の意思で活動してくれるボランティアについてはです、ねあの、受け入れされる皆様とですね、対等な仲間っていうふうなことになります。ですので、ですね、この事、まあ、業をですね、受けてやっていただいて、ですね、お互い意見を言い合って、ですね、高め合える関係になることができればいいのかなっていうふうに思っております。でですね、ボランティアの4つの理念があります。 で、自主性と無償性,性社会性先駆性創造性というのがあります。で、ボランティア活動なんですけれども、このスライドにある4つの理念をもとにした。自らの意思で他人とか、えー、社会のために行う非営利の活動とされています。ボランティア活動への認識が高まってきている状況ですのでですね。あの地域社会の参加や実自己実現のための市民活動として、最近あの大きな広がりを見せているという風うなことにはなってきます。 でですね、まず一つ説明していきます、自主性なんですけれども、えー、とボランティアというのは、強制的とか義務的にやらされるようなものではなく、取り組んでみようというふうな気持ちから始まる活動ですで、興味関心のある活動から取り組む、でも同じ活動考え方の人たちと意見交換ができる、でまあえー、と自分がその活動をやりたいという気持ちが何よりも大切という,うなことになります。 でですので、まあえー、と強制的に義務的にやらされるものではなくてですね取り組んでみようという気持ちから始まってくる活動なので興味,の興味関心のある活動から取り組んでいただけたらなというふうに思います、まあ、その活動をどうしてもやりたいというふうな気持ちが何よりも大切ということになりますで、まあ、ボランティアの経験者の方にですねあのボランティア活動に参加した経験を聞くとですねほとんどの人が人について話してくれるような感じです でまあ、同じ関心を持つ人たちばかりだったので普段は話せないようなことをです、ね、語り合えたとかです、ね、同じ関心を持つ人との出会いが良かったとっいうふうな感想が多いというふうに感じております。またですねあの環境問題にすごい関心があるけれどもというふうな,ことなん、まあ、人がいたとしてです、ね、職場や学校でまあ環境問題にすごい、まあ、なんか関心あるんよという,うな話をするとですね、えー、すごい真面目な人みたいなふうに。 思われてしまいがちなんですけどもボランティア活動に参加することで,です、ね、同じ考え方の人たちとです、ね、意見交換ができて楽しかったとっいう風な意見もありましたで、まあ、参加メンバーはです、ねまあ、いろんな方たちいらっしゃいますあの子供、まあ、高校生の方とかです、ね、大学生とか、まあ、どっかの会社のです、ね、偉い人そんな方たちもいるんですけども、まあ、皆さん対等な立場というふうなことになります。 で、普段出会えない、えっと、世代とかですね、職種の人たちとつながりができるというのも、一つの醍醐味っていうふうになるのかなと思っております。で、無償性ですね、お金をもらうことを目的に取り組む活動ではないということ。でも、お金では買えない出会いとか、よこ喜びを得ることができるっていうふうなことですね。で、あの、まあ、無償性ということでですね、活動ではですね。その中でですね、お金ではない、いろいろなものが得られる機会があります。まあ、人との出会いとか。 社会との接点点ととか、か、多様なな視点とかそういういもうもののあればですね、社会のためとかですね誰かのためになるという実感はですねあのすごい大きなモチベーションにつながってくるのかなと思います。でボランティアはですねお金をも,もらうことを目的に取り組む活動ではない点がですね仕事とかアルバイトとの大きな違いというようなことになります。とかですね自分ができる範囲のことを自分の意思で周囲と協力しながら無償で行うことが まあ、ボランティアというふうなことになりますので、見返りとかですね、報酬とか、まあ、お金とかそういうろいろありますけれども、そういったお金では買えない出会いとかですね、喜びを得ることができるのも、その魅力なのかなと思います。ただしですね、その活動の中で、あの皆さんもその活動を受け入れる際にですね、ちょっと疑問に思われたかもしれませんけど、交通費、まあ、遠方の方とかとその、えー、と交通費とか、 どうなんだろうと思ってるかもしれませんけども、実費とかガソリン代相当ですね、車で行った場合のガソリン代とか、それとかですね、あの昼食や昼食代の支給、まあ、お弁当を渡しますよとか、お弁当代にこれ500円とかいうふうな配での支給をですね、無償の範囲、まあ、ボランティアに当てはまるのかなというふうに思います。 まあこれはですねあの、まあ、お金渡してるじゃないという話もあるんですけれどもあの活動そのものに対しての,です、ね、あのお礼とかいうことではなくてですね活動に必要な費用っていうふうなことになります。ですねそれ以上のお金例えば1日来てくれから5000円払いましょうかみたいなことをです,、ね、するとですね優勝ボランティアっていうふうな活動になってくる例もあります。 でもボランティアと仕事の違いは先ほど申し上げましたけどもボランティアは無償自分ができる範囲で自分の意思で周囲と協力しながらっていうふうなことですねで仕事は生計を立てるため企業で決められたことにお金をもらうために行動とかですね社会に役立つ役に立つものとか社会貢献を目的にしている仕事も現実的にあるというふうなことになります社会性連携性っていうところこちらですねあのボランティアする中でですね豊かな社会を作ることができます でですね、いろんな人とつながり協力しながら取り組むことで新しい可能性とか世界がどんどん広がっていくとか多くの人と交流できる社会性やそれ,ぞれそれらの人々を尊重して協力して共に支えう連携性っていうのが必要それとですね行動を通してそれらを前向きに学ぶことっていうふうなことが重要なのかなっていうふうなことに思います。でででですすすね、ね、まああ、ね、一一般的にに、ね、活動のの多くがです、ね、他の人と一緒に 取り組む場合が多いです、まあ、あの皆さんのところもそうだと思うんですけども、たくさんのボランティアさんが来て、みんなと一緒にっていうふうなことになると思います。で、いろんな人たちとですね、つながりながらですね、協力しながら取り組むことで、新しい可能性や世界がどんどん広がっていくっていうふうなことです。でも、多くの人と交流できる社会性とかですね、それらの人々を尊重して協力して共に支え合う連携性とかっていうのは、非常に重要になってくるのかなと思います。また、行動を通してですね、それらを前向きに学ぶっていうふうなことも求められてきます。 でもあの最近なんですけど社会課題っていうふうな言葉を聞く機会が増えたかなと思うんですけども国内とか海外とかたくさんの社会課題っていうのがあります例えばもう子どもの貧困とかですね地球温暖化とか気候,気候の変動とか災害の増加とかいじめとか不登校とか虐待とか、まあ、性暴力性被害とか上、まあ、あげればきり、まあ、がないいっぱいあると思うんですけどもそういった課題をですね他人ごと。 というところからですね、自分のことにしていくことっていうのがですね、あの参加する重要な,意味,な,かな意味合いなのかなと思います。まあ、こういう活動に参加してですね、社会と接することでいろんな気づきが得られていくような活動になってくると思います。まあ、例えばですね、障害のある人たちとですね、お出かけするような活動に参加したとしてですね、車いすを後ろから押すことによって普段は気にしない段差とか坂に気づいたり電車の乗り換えがどれだけ大変かなというようなことが分かってくるのかなとか。 まあ、そういったことの経験があることで、ですね、職場とか学校とかあのにですね、車椅子の人がいたときにです、ね、自然な配慮ができるとか、いろんな視点を持ってあのいることが、まあ、いろんなアイデアを得る機会というか、きっかけになるのかなというふうに思います、まあ。仕事でもプライベートでもですね、最近は多様性というのが当たり前になっているないますので、ですねあの、参加を通じて多様な社会に触れることっていうのが、社会のためだけでなくて、自分のためにもなるのかなと思います。 で先駆性性と創造性ですね新たな発見や改善策が見えてくるというふうなことで、まあ、あの目の前にです、ね、課題にまあ,あ,のあったとしてです、ね、正面から向き合うというふうなことも大事なのかなと思うんですけどもちょっと視点を変えるとです、ね、新たな発見とか改善策というのが見えてくるかなというふうなこともあります。いろんな人の自由なアイデアや発想を生かして活動できる点とかも、えー、とボランティアのやりがいにつながってきますと。 でまあ、従来のやり方とか考え方、もしくは自分自身の考え方にとらわれずです、ね、新しいやり方とか考え方を受け入れてです、ね、広い視野を持って何が必要なのかを考えていただいて、実施することも大事になってくるのかなと思います。でボランティアは、まあえー、と仕事ではないっていうふうなことであの、特に答えがあるような活動でもありません。だからです、ね、まあ、いろんな自由な発想で,です、ね、知恵を出し合って、ボランティアの方とも知恵を出し合ってトライしていくことができるということになります。 まあ、一応これが簡単にですね先ほどあの挙,げて挙げさせていただいた4つの解説というふうなことでボランティア活動がどんなものかなっていうふうなことは、まあ、受け入れされている方は、まあ、おそらくお分かりかなと思うんですけども分かってきたのかなっていうふうには思っておりますでですねボランティア活動で何のためにするんだっけとかね疑問に思った時にでもですね思い返してもらえるといいのかなっていうふうに思いますまあ,あの難しそうとか不安だなとか思うこともあるかもしれませんけどもあのまあ こういうふうなことを要点を押さえとけばです、ねあの、活動の中であのうまくやっていけるのかなというふうに思います。で、次ですね、えー、とボランティアの基本ですけれども、あのまあ、身近なことから始めましょうというようなところから説明させていただきます。で、あの私たちの身の回りのです、ね、いろんな支え合いが必要というふうなことになりまして、ほんの少しのです、ね、支え合いがです、ねえーと、みんなの生活を豊かにするというふうなことがあります。 で無理をしないっていうふうなことボランティア活動がですね一日だけの分とかでなくてですね長く続けられるようにですね一歩一歩積み重ねていったらなっていうのではないかと思いますで相手の気持ちを大切にっていうふうなことで、えー、と人に対するボランティア活動は相手がどう感じてどう思っているのかなっていうふうなことを理解することから始めていただけたらなと思いますでまあ相手のプライバシーを守るボランティア活動を通じてですね知った相手の方のプライバシーに関する事項っていうのをですね 絶対にししてほくないとでまあ同じように約束秘密を守ると活動時の約束事と,とかですね見聞きしたプライバシーに関わる秘密っていうのは守っていかなければならないまあこれが信頼関係を作るためのルールなのかなっていう思いますで学習を大切にっていうふうなことで常に活動を振り返って学習をしながら次の活動につなげていってほしいなというふうなことあとですね自分の活動に責任を持つということでまあ無償の活動っていうふうなことになるんですけれども責任を持って あの活動してていいたただけたらなっていう,ふうには思っております,でです、ねあのー、例えば訪問する時間とか、まあ、援,助じ援助内容とかどんな小さいことでもですね相手と約,約束したことは、まあ、必ず守ると、あのー、いうふうなことできることできないことを区別するというふうなこと、まあ、得意なこと増えてのこととかありますんでで,す、ね、できないことはできないと伝える勇気が必要ということ、まあ、幅を広げるというふうなことでですね まあ、いろんなボランティア活動あるんですけども、さまざまな人が参加しているので,です、ね、まあ、これを機会にいろんな人々とか、さまざまな関係団体とかと連携して情報交換していってほしいなというふうなこと、またです、ね、安全対策を十分にしていただいて、まあ、これはあの後ほど説明しますけども、ボランティア保険とか保険には入っておいていただいてです、ね、あの活動する、まあ、実際活動する場合にはです、ね、活動場所とか利用する機器の点検とか、心がけていただいてです、ね、というふうなことが重要になってくるのかなと思います。 でもあのボランティアの、まあ、これ基礎的な話なんであのであれなんですけどもボランティアのまとめなんですけども、まあ、自分にできること自分にはうボランティア活動を始めること,、えー、とボランティア活動に参加することで出会いや新たな経験が得られること自分自身の成長っていうふうなことがあのまとめとして言えることかなと思います、まあ、活動範囲もいろんな範囲のことがありますしあの好きなことであのボランティア活動ができて楽しいとかいうふうなこともあると思います であのまあ、これあの実際にはボランティアをしていただく方に,にお話しするべきことなんですけれどもこの辺のことは踏まえておいていただいた方が受け入れする際にも円滑に進むのかなというふうに思いますで、えー、とボランティアの受け入れについてなんですけれどもあの説明させていただきますでですねボランティアを受け入れのあたりで,ですねプログラムを作ること が必要になってきます、まあ、あの皆様方も受け入れすでにされているところについてはですね、あのこのプログラムを作るのがどうも難しいんよねみたいなこところがあるかと思うんですけれどもあの、ボランティアの役割とか、受け入れする目的とか、ボランティア活動の魅力とか、ニーズとか、そういったところからですね、プログラムを作るきっかけにしていただいたらいいのかなって思います。でですね、あの受け入れの目的を考えて、ボランティアの役割を明確にって書いてありますんですけれども、まああの 先ほどちらっと言いましたけどボランティア来ていただける方はあくまでボランティアさんであってスタッフとかアルバイトの類ではありませんですので、まあ、そういったものでないっていうふう,ふうなことでですね役割とか目的をははっきりさせておくことが必要になってきますで何をお手伝いしてほしいのかっていうふうなことは具体的に決めておいていただければと思いますあのとりあえず来てくれたらいいよとか言うんではなくてこれこれこれをこういうふうにしてほしいというふうなことをちゃんと,ちゃんと考えておいてほしいということになります ですのでですね、あの最初のステップは何のためにボランティアさんを受け入れるのか、まあ、法人とか団体とかあると思うんですけども、その中できちんと確認を皆さんの中でしておいてほしいということになります。スタッフやアルバイトとは違うのであの、ボランティアとしての役割をはっきりさせておいてほしいと,、えー、と、ボランティアを受け入れすることによってですね、団体が目立つこと、あのこういうふうになっていきたいというふうなことをですね、はっきりさせておいてほしいということです。まあ ででないとですねボランティアさん来てくれましたよと特に役割決まってないけど、まあ、来てくれたらええわと思ってなん,かあのなんか行き当たりばったりあれ手伝ってこれ手伝ってみたいな話をするとですね結局当日来たボランティアさんがですね何したらいいのかよく分からんというふうなことになってですねあのトラブルも起きたりしがちになりますので実際に何をお手伝いしてほしいのかっていうふうなことはもうちゃんと具体的にあらかじめ考えておくっていうふうなことがポイントになってくると思います。で えとボランティア活動の魅力を確認というふうなことになりますけども、えーまあ、例えばですけど、まあ、あのメリット子どもたちと楽しく交流できるとか福祉関係の知識や技術を磨くことができるとか遊びの活動体験ができるとか、まあ、あのお祭りの,あの行事に参加できるとか、まあ、いろんなことがあると思うんですけども、まあ、こういったことがです、ね、メリットとしてあるので有意義なボランティア体験につながっていくのかなというふうなことには思います。 で,すのでです、ね、すのボランティア活動の魅力を確認ということで,です、ねあのまあ、参加者の意思によって成り立っているボランティア,ボランティアなので,です、ね、活動の魅力をです、ね、しっかり確認しておくことが大切になってきます。例えばなんですけれども子どもたちと楽しく交流できるとか、まあ、いろんな知識や技術を磨くことができるとか動植物に触れることによって癒されるとかあのそのまあ活動内容によってです、ね、メリットは様々、いろいろあるのかなというふうに思います。 あの皆様方のです、ね、受け入れするときにもいろんなメリットが多分考えられるのかなと思うんですけれども、あの有意義な、まあ、ボランティアさんにとってです、ね、有意義なボランティア活動体験をしてもらえるようにです、ね、活動を通して来ていただいたら何を持って帰っていただけるのかというふうなことをです、ね、これもあの、えー、とスタッフの,あとあの間とかで,です、ね、共有しておいていただけたらなと思います。で、えー、とですね 活動プログラムをまとめておくと便利っていうふうなことでですね例えばなんですけれども、えー、と基本事項として活動日時場所など、まあ、これは当然だと思うんですけども具体的なボランティア活動とかそのスタッフの方の役割とか実際何をするのかっていうふうなことをですねあらかじめ決めておくまたですねボランティア活動の魅力を考えて、えー、有意義な体験にしてもらうとかですねニーズに合ったプログラムを考えて言葉にして整理するということ。 ですので、ですねボランティアの募集内容をです、ね、全員があの周知、まあ、共有しておくことが大切になるということになります。まあ、例えば、ですねあの活動プログラムをまとめておくと便利というふうなことなんですけども、活動、えーとですね、プログラムをです、ね、例えば基本事項活動日時、場所、えー、具体的なボランティア活動内容、役割を決めておく。 ボランティア活動魅力を考え有意義な体験にしてもらうニーズに合ったプログラムを考える考えてですね考えるだけではなくきちんと言葉に整理するでスタッフのニーズ利用者のニーズボランティア参加者のニーズそのですねどれかに偏るんではなくてですねそのニーズが固、ま、あの重なっている部分にプログラムを作るようにしていただけたらなと思いますでまあこれができたらですね、えー、と次は募集っていうふうなことになるんですけども こういうふうにプログラムをあらかじめ整理しておくと、ですね、えー、募集情報の掲載とか、まあ、チラシの作成もスムーズにいくと思うんですね。あとですね、えーと、ボランティアに来ていただいている方がいる場合、ですね、その方にあの新たな紹介者が参加者がもしいれば、紹介していただくというふうなこともあるのかなと思います、まあ。留意点はボランティアの募集内容全員が周知しておくということになってきます。<laughs> でですね、受け入れ前の準備なんですけども団体内の準備としてです、ね、あの大切なことは他のスタッフ、まあ、スタッフ全員とです、ね、情報共有しておくことですねあの当日を迎える前にです、ね、大切な準備としてです、ね、あの団体や法人の中でボランティアに関する情報を共有しておいていただけたらと思いますであの実際に受け入れする際のです、ね、受け入れ担当の方をあらかじめ決めておいていただけたらなと思います、まあ、その方があの 何かが起きた場合にですね、あのまあ、統括している人がいないと、誰に聞いていいかわからないというふうなことをあたふたしますので、そういったことを決めておくということになります。で、えーと、ボランティアさんが到着された際にですね、現場に入る前、入る際にですね、担当スタッフ以外の方が指示する機会も多くあるのかなと思いますので、やっぱり受け入れ担当必要だと。で、ボランティア参加者とかで,ですね、えーと、プログラムについてですね、団体や 法人の中できちんと情報共有してですね。まあ、気持ちよく温かく迎え入れるような雰囲気作りが大切になってくると思います。またですね。あのー、必要書類の作成とかですね。ボランティア当日の流れを説明する資料など。まあ、あった方がいいのかなというふうに思います。で、まあ、名簿とかも、あの、ひょっとして、これも、あの、えっと。参加の取り求めしてないかもしれませんが、そういったあの使命とか連絡先とか。 えと参加する日とかそういうふうなものがですねあのまとまった名簿っていうのがあったらいいなというふうに思いますで受け入れ当日なんですけどもオリエンテーションを振り返りを行うっていうふうなことになりますで、まあ、あの受け入れ当日ですねボランティアさんを受け入れる日なんですけれどもあの初めてボランティア活動をする場合ですねあの受け入れ側に不安があると、まあ、いい活動にならないっていうふうなことがありますのでですね温かく あのお迎えしてくれればなと思います、まあちょっとさっきも言いましたが来ていきなりですねあこれやってあれやってみたいなとことを言ったりとかですねまたは全くほったらかしであのボランティアさんそっちのけでの活動の方の一生懸命やってるいうふうなことあのこんなふうなことはないようにしていただけたらと思います。で重要なのがですねあの始める前にボランティアさんにオリエンテーションをしていただいてですね、えー、とボランティア活動の当日のプログラムの説明とか 団体とととととかかかか法人の活動内容とか趣旨とか思いとかをまず理解してもらうとでです、ね、あの個人情報の取り扱いとかさっきボランティアの,あの、えっと、4つの原則みたいな話だと思うんですけどもそういったこともですねあの個人情報の取り扱いとか、まあ、何回にもなるかもしれませんけども説明しておいていただくこと、まあ、もし利用者の方がいられる場合はそういったことも重要になってくると思います。 また、ですねあのその内容が専門的な内容の場合にはですねあの事前に検証を受けることもあるのかなと思います。まあ、最初にですねあのスタッフや利用者の方にですねあのこの、えー、とボランティアさん、今日一日お願いしてますというふうなこともですね紹介してですねそのボランティアの方が活動しやすい、まあ、あのスタッフの方にも質問しやすいような温かい雰囲気があったらなというふうふに思います。でまあ、あのそのの開開始始前ですね開始すねる時 終了時はもちろんですね。あの休憩時間とかそういった時もですね。そのボランティアの方に必要に応じて声かけしていただくことも重要なのかなと思います。ですので、ま1、あ、番重要なのはやっぱりあの温かく迎え入れるって言うようなことが重要になってくるのかなと思います。でですね。えっ、ー、とまとめなんですけれども、まあ,あのボランティア受け入れに対してはですね。ボランティアのえっ、ー、とは、まあ、自分自らの意思でですね。 あの活動してますでその意思をですね持続させるためにですねボランティア当たり前と思わないでほしいんですね。で毎回ですねあの経営するたびにですね感謝の気持ちを伝えていただあの伝えることが重要なのかなと思います。その際ですねまあ、ただ単にもありがとうっていうふうなことはよくあるんですけどもあのそういうのではなくてですね何々してくれたおかげであの行になって助かりましたっていうふうなことを具体的に言うとですねあのよりこう。 そのボランティアの方にもフィードバックになってですね次回からの活動にも生かしていただけるのかなと思っておりますでですねあの、まあ、終わった後にはですね継続してまあ活動していただくためとかですねもういろいろありますのでですねあのボランティアの方に振り返りとかもしていただけたらなと思いますでまあ,あの、えー、とそのまあ体験以外のイベントにも参加してもらったりしてですね交流の機会を持ったりしてですねあの次の活動への参加にもつながるようにしていった方がいいのかなと思います またですね、えー、団体の中でも今後のよりよい受け入れのためです、ねあの、振り返りを行うといいのかなというふうに思います。まあ、あの今回、ここがちょっと良くなかったから、次回、こうしようねみたいなことがあると、まあ、次の受け入れの時にうまくいくのかなというふうに思います。まあ、そういったことで,です、ねあの、お互いに楽しく活動できる関係が続いていくといいのかなというふうに思います。でですね、ボランティアの受け入れ10か条というのを作ってみました。 でですね、まず第1条、えーと、ボランティアを受け入れ活用、えー、活用していくことを組織全体で共有しましょうというふうなことで、ですね、えーと、ボランティアを募集してあの、ボランティアを受け入れたいでも、ですね、その必要性について全体で共有ができていますか、まあ、できていってほしいですね、あと、ですね、何のために受け入れるのかを目、えー、の目的をです、ね、明確にしましょうというふうなことで、ですね、なぜボランティアを募集したいのか、えー、なぜボランティアを受け入れるのでしょうか。 その目的を具体的に考えていただければと漠然とした目的ではなくですね具体的な目的を考えていただければと思います。で第3条ですね、えー、と目的と活動内容の一貫性を確認しましまょう、えー、とボランティアを受け入れるプログラムのですね企画内容がですね目的を達成するものとなっているかが大事なのかなと思います。 まあ目的とすることがですねボランティアさんに本当に伝わるような内容とか展開になっているか受け入れプランを練っていただけたらなと思います。でですね次第4条、えー、企画段階からボランティアさんが参画できるような工夫をしましょうというふうなことでですね、えー、とボランティアさんの自,、えー、自発性とかですね参加度を高めるためにですねボランティアが あの自身のかがです、ね、受け入れプログラムの企画に参加したり意見が反映されるようにすることも、まあ、できればいいのかなと思えば、まあ、難しいこともあるかもしれませんけどそういったことも、まあ、できればいいのかなと思っております。また5条ですね、えー、とボランティア自身が選べること選ぶということは、まあ、自己決定していく、まあ、重大なプロセスということになりますで、まあ、ボランティアさん自身が何で,、ね、でボランティアしたいと思っているのかっていうふうなこと 理由をです、ね、ちゃんと引き出してです、ね、ボランティアの自己実現を支援していくためにもです、ね、複数の受け入れプログラムのコースを設けるとか、まあ、これもできればですけど、あのボランティア自身が選べるような環境があったら、まあ、よりいいのかなというふうに思います。で,です、ね、ボランティアを受け入れ、その力を生かすための体制を整えるということで,です、ね、ボランティアさんの力をです、ね、生かして活動を継続していくためにはです、ね、受け入れるために体制を組織内で整えていくことが大切になってきます。 ですのであの、ボランティアさんの気づきとか意見、提案をです、ね、受け止めて反映していく姿勢と体制が整っているかどうか、また団体内で考えていただければと思います。で第7条、ですね、事前説明会とかオリエンテーションをしっかりとというふうなことで,です、ねあの、ボランティア募集に関しては事前説明会を開いてとかいうふうなこともあるんですけども、まあ ちょっとあの私が事業の内容、をちゃんと分かってないところもありますので、まあ、開かないのかもしれませんけれども、まあ、実際に活動始める前の、えー、オリエンテーションとかをやってです、ね、ボランティアさんの分からないこととかです、ねあのにはあの、不安なところとかには、ちゃんと答えていただけたらなと思います。あのボランティアさん募集、を受け入れしている,ているです、ね、団体の期待と、ボランティア希望者の期待がです、ね、一致しているか、オリエンテーションですね、始まる前にです、ね、事前にきちんと伝えておいていただければと。 あとですね、万が一にも備えましょうっていうふうなことでですね、まあ、あの皆さん多分すごく気をつけられて活動されてると思うんですけども活動中の事故とかですねあのリスクっていうのはやっぱりつきものになってくると思いますあの具体的なリスク対象としてはですねあの保険に入ることなども有効な手段の一つなのかなというふうに思いますただですねあの保険に加入することが全てでは当然ありません保険はでですね、あくまで金銭的な損失を そうするものでしかないので、あのボランティアさんの役割とか責任範囲をしっかり把握して行動できるようにです、ねまあ、あのしていただければと、でも、えー、とスキルアップのフォロー研修、まあ、フォロー研修というかスキルアップですね、あの後で、まあ、振り返りをするようなこともあって、ですね、あればいいのかなと思います。はい、でですね、最後、10条ですね。 あの感謝を伝えましょうっていうふうなことでですね感謝の気持ちを伝えることっていうのが次回の活動への励みになってくるのかなと思います、まあ、あのぜひですね心からありがとうの一言まあ何々してくれて助かったよこれがようになったよありがとうみたいな感じのことをですねあの伝えておいていただければ、まあ、ボランティアさんも喜びますしということになってきますでですねえー、っと 受け入れのことこれぐらいなんですけども、この受け入れにあたって、ですねボランティア活動保険というのがありますけど、あのまあ、まとめて入っているというふうなことなので、皆さんもこのボランティア活動保険というのはご存知かもしれないんですけども、あのボランティア活動保険というのが、ですねあのボランティア活動のするようなでさまざまな事故による怪我とか、あの損害賠償責任、なんかあの活動中にあの備品壊しましたとか、そんなふうなことがですね保証される保険というふうなことになっておりまして、 あのまあ、お住まいのですね市町村の社会福祉協議会でも加入ができるような保険というふうなことになっています。まあ,あのすごくですね気をつけながら行事を実施したとしてもですねあの事故ってどうしても発生するときがあります。まあ、そのような場合にですねあのボランティア活動中のさまざまな事故による怪我とか損害賠償責任とかが保障される保険というふうなことになります。まあ,あの詳しくはですねこちら資料。 があると思いますのでこちらのリンク先か、もしくは福祉の保険って検索しておいていた,していただければ、ですねあのホームページに載っておりますので、そちらまた見ていただければ、あなるほど、こういう保険なんやなとか、こういう保険あの保証内容なんやなっていうのが分かると思いますので、一度ご覧になっていただければなというふうに思っております。<laughs> で、ですねえっ、ー、とあとですねまあ、事故の事例とかいろいろあります。例えばなんですけれどもまあ これ私が聞いたやつですけども、ボランティアの方がですね、団体の行動中にですね、事、まあ、業の中ですね、事業の中で、行事の中で動いてたんですけども、段差を踏み外して1メートルぐらい落ちて、足の方に降りましたとかいうふうなことがありました。またですね、あのまあ、これを今の時期大丈夫かと思うんですけども、もっともっと暑くなってくるとですね、夏の行事中に活動していて、ボランティアの方が熱中症になってしまったとか、とかですね、 あのボランティアの方がですね。団体の行動中にですね。大きな蜂が飛んできて刺されて、あの帰宅後にですね。ひどく可野して通院しているというふうなことまあ、こんないろんなこう事例の事故とかが発生したりすることがあります。で、まあですね。あのですのでですね。まあ、あの。活動中はですね。あのボランティアの方の動きには十分注意をしておいていただければと思います。あのまあ、思わぬ動きをすることもあるかと思いますんであの。 十分注意してですね事故が発生しないようにあの注意していただければなと思いますまああとまあいろんな目配せをしながらなんですけども目配りしながらなんですけどもまあ、例えば水分を十分に取れているかなとかそんな目配りとかですねあのこともお願いできれば危ないとこっちか寄てたらそっち行ったらダメよみたいな話も、えー、していただけたらなと思いますでまあですねあのもしですねあの事故が発生した場合はですねあのー 独身ネクソさんの件が多分まとめて保険は入っていると思いますのでですね。そちらの方にですね。すぐに連絡をいって入れていただければなと思います。はい、そうしましたら、あの私の講義、これであの終わりとさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。